橋本です。よろしくお願いします。ですね、ちょっと昨日今日があまりに内容が濃い、2日間だったんです。私にとりまして、この総括をちょっとお話しさせてください。どうかよろしくお願いしましゅう。まず昨日の お昼、赤ちゃん、それから太郎ちゃんを3人でね、完全なアセンションに向けてのお話、これからの未来、どういう考え方、どういう生き方、どういうこの思考でいかなきゃいけないかみたいなこと、こういったことについて、たっぷりとまずはお話ししました。で、これに関して今度は具体的に4月の15、16の河口湖、ね、この花酵素風呂、ね、こちらの会場というかね、場所をお借りして、そして、みんなで、2日間でいろんな宇宙談義、アセンション談義、こういったことを、たっぷりと楽しんでこようというふうに考えています。同日ということになるんですけども、どちらか1日だけの参加でもいいし、泊まってもいいしと、もうこの辺は全て皆さんのご自由ですということです。ただ宿泊に関してはね、一応布団の数も限られてるんで、まあ、素泊まりではありますけれども、一応泊まる方の人数だけは把握をしているということです。で、それに合わせるかのようにその後、ね、2時過ぎに、私がスピリチュアルを徹底的に探求するときに欠かせなかった名優って言いますかね、実はこの対馬さんっていう方の動画をもう一気に8本、皆さんに紹介しました。で、ある程度この対馬さんっていう人のこの凄さ、この辺のことが少しご理解いただけたんじゃないかなというふうに思います。で、この対馬さんにしても、それから赤ちゃんにしても、太郎ちゃんにしても、全員宇宙と交信してるんです。多星人と交信してる、直接。で、赤ちゃんに関してはまだ僕会ったことがないので、細かいことはちょっとまだまだ皆さんにお伝えしきれないんですけれども、この対馬さんっていう人は私の、ね、人生の師匠のお一人、小林正観さんっていう方がいるんですが、この方に特にもう認められた人なんです。ね、で、直々に携帯電話の交換をしましょうとかね、予約をしないと正観さんには会えないのに、ね、この対馬さんだけは特例中で、ふっと、どうぞすぐ来てください、枠を設けますとか、ね、それから、岩手の座敷わらしで、絶対に泊まることができない。2年も3年も待たないと予約が取れないって言われるほどの不思議な予感があったんですけど、ここも前日だとかにお声がかかり、スタッフ、その正観さんのスタッフだよ、そして行くことになり、すぐに泊まれてとかで、もう正観さんの横に座ってね、いろんな宇宙の話を聞いたりとか、こういうことができる、不思議で不思議な人なんです。で、もうこの対馬さんにおいても太郎ちゃんにおいてもそうなんだけど、もうすごい直感力だから、すぐ私たちの心の内全部見破られちゃう、それぐらい霊能力が高いねん、ね、こういったことが、皆さんに、ご理解いただけた、全部じゃなくていいのよ、なんて言ったらいいの、ああそういう人たちがいっぱい橋本の周りにいるんだねっていうことが分かってもらえたんじゃないかなと思います。ね、で、次、ここからが、
ちょっと僕は絶対的に言いたいこと。でもね、いいですか、こういう人たちを崇めちゃダメなんですよ、絶対に、うん、崇拝しちゃダメなんですよ、ね、うん、あくまでも彼らは私たちの未来をちょっと先に行ってるだけだからね、あ、分かる？だからご相談に行く、もうこの人のところに追っかけに行く、一時的にはいいよ、それは魂を学ぶため、ね、アセンションって何かとか、こういう見えない世界のことを教えてもらうために、ね、常にそばに寄り添う、こういったことはいいよ、ここは絶対やってね、なぜ？わからないことを学ぶために教えてもらうわけだから、それはやってね。だけど、だからといって、その人を崇拝したり、崇め立てたりしたら、絶対ダメだよ。あくまでも学びのためだけだからね。で、最終的な究極の覚醒、目覚め、自分が神だ。自分は本当は人間だけれども、神という存在で間違いがなかったんだっていうところに確信を持つのはね、自分自身なんだよ。それも何度も言うよ。瞑想、想念観察、徹底的な内観、そして最後、徹底的に先進をしてご法度の心を見張っていくことだからね。そして菩薩下座の行だよ。とにかく頭を垂れて垂れて感謝して感謝してね、口癖はありがとうございます、すべて感謝しています、ありがとうございます、ね。何かあったらごめんなさい。許してください。ここだけだよ。うん。とにかく、頭を垂れて、そして、ありがとう。で、どんな現象が起きようと、どんな大峠がやってこようと、それに対して、すべてに、ありがとうございます。感謝してますってやるんだよ。先進しかないんだよ。ここだけは絶対に間違っちゃいけない。ね。ただ、その前にこういった人たちの追っかけをして、きちんとね、知らなかったものをしっかり理解していく。学んでいく。このために、一つの、まあ、師匠としてね、こう、なんだろう、尊敬していく。うん。これはとても大事だよ。大事、すごくやってください。そしてたくさんお話を聞いて、そしていろんなものを吸収していってください、ね、このことと崇めること違うよ。ここだけ本当に肝に銘じてくださいね。で、僕も全てお伝えもします、ね、全部お伝えします。僕はただでやります、うんね、だけれども僕に対してもそう。僕はあくまでもちょっと先に皆さんより情報を知っただけ、宇宙からいろんなことをね、教えてもらっただけだから、それを今度順番で知ったことを皆さんにお伝えしていくだけ。ただそれだけ。ね、太郎ちゃんもただ同じ。対馬さんも全く一緒。ね、赤社も一緒です。で、それに加え、今度経済は崩壊、ね、金融崩壊、これからドタバタと仕事がなくなるんだよ。ね、そして嘘、プロパガンダも全部、全部、これから暴露されてって、全部嘘だったことがわかる。そしたら、一番原点になる基本中の基本、食べるってこと。うん、住むってこと。衣食住。ここの本当のところに戻っていく。ね、その時に対馬さんのような方が、ね、農法で本当の正しいお米の作り方、本当に正しいリンゴの作り方、本当に素晴らしい安全安心な野菜の作り方、
こういったことを、ね、教えてくださる、うん、そしてこれを行にする、うん、だけれどもそれも一生懸命やらなくてもこれから宇宙技術が解放されて、ね、もうそんな労力で苦労しなくても、育てて、なんだろう、食べ物にしていくことができる、そういう技術もこれから公開されますので、どうかね、そういう新しい生き方、こちらの方に、シフトしていってください。でそれに伴って、大麻草が解禁になります。この大麻草も、石屋によって徹底的に隠されてきたんです。これは、医療としても使える、洋服としても最高の生地になる、ね、それからそれを食することによってめちゃくちゃ栄養にもなる、そして、信じ事、要するに神様と自分、人間と神って一体だから常に神にお供えをするときにこの大麻を使う、そういった本当の、ことがこれから、公になるんです。で、まあ、これはあんまり今まだちょっと時期尚早でね、この大麻のことを真実を語るとまだ土壌ができてない、聞く姿勢がまだこう世の中まだなってないから今はすぐには言えないんだけれど、こういったことも明らかになっていく、石屋によって隠されてきたこと、うん、こういったことがこれから、石屋がなくなったと同時に新しい隠されてきた英知がこれから公開されていく、ね、でこういったことも僕もだいぶ勉強してきましたので、個別でお話ししていくことも可能です。どうか、その辺のことを踏まえてですね、これから一気に常識が変わる、ね、思考が変わる、ね、それから洗脳が、から解放されていく、ここに、全知全能のエネルギーを使っていってください。でこの、もう散々もう生まれたその瞬間から私たちは全て石屋によって洗脳されてきたのでね、これをそのこうなんていうのかな、解放させていくのがとても大変なの、本当に大変なの。洗脳されてることすらがもうわからないぐらい洗脳されてるの、うん、これを全部丸裸にまず一旦なるっていうこの作業がもうとにかくもうね、なんだかもう一体いつ終わるんだろうっていうぐらいのことになります。まあでもそれでも、めげずに僕は、命ある限り皆さんのためにお話ししていく決意ですので、今後ともよろしくお願いいたします。本当に感謝感謝、ありがたいありがたい、本当によろありがとうございます。